自分が何が何やりたいいのかととうことをまず思ってそれに反応するような一番そのマーケット一番人が集まっているところ例えば IoT とかね AI とかいうことになってくると当然シリコンバレーでしょうそれからバイオということになっていることサンディエゴでしょうクリプトカレンシーで仮想通貨っつったらおそらくスイスの中立ヒですよね。 私も2週間前にチューリッヒ行ったのはクリプトカレンシーの世界で最高の20人が千本がチューリッヒに来るならニューヨークからも南アフリカからも飛んでくるからっつってチューリッヒに行ったんですよ。やっぱり、ね、そういうういい一番ホットな場所に対して自分の身を置くっていうことこですよねで結局それはねいくらネットでやってもいくら通信でやってもいくら噂で聞いてもダメなんで。 結局自分の肌であって自分の耳で聞いてねあこいつとならやれるとこいつと話してたら何か将来性あるなとその心にね響くものその心に響くものをベースにしない限り本物のベンチャーになっていかないですよね。